宮の御恩こと軽くはいかが聞こえる。恐ろしゅう人聞き方、人聞き方はにな、のたまいなしそ。とこしらえて、かのかよいはべるところの糸まばゆき玉のうてなに、ういういしき、ういういしゅうきすくなるさまに、って、いでいるほども、方々に一目たつらんと片笑いたければ、心安くうつろわして、心安くうつろわしてんと思いはべるなり。大きい音どの、去る世に類なき音覚えおばさらにも聞こえず、心恥ずかしゅう、至り不幸をおわすめる音あたりに、憎げなることもり聞こえば、糸難、糸おしゅう、かたじけなかるべき。なだらかにて、音仲よくて語らいて、ものしたまえ。宮に渡りたまえりとも、わすることははべらじ。とてもこうても、今さらに志の隔たることはあるまじければ、世の聞こえ、人笑いに、マロがためにも軽々しゅうなん、はべるべきを、年頃のちぎりたがえず、片身に後ろみんとおぼせ、と、こしらえ聞こえたまえば、人のおんつらさは、ともかくも知り聞こえず、世の人にも似ぬ身の浮きをなん、宮にもおぼし投げきて、今さらに人笑えなることと、おん心を乱りたもうなれば、伊藤衆、いかでか、見えたてまつらんとなん。これちょっと切っておきましょうか。で、ひげぐろの大将が今度は宮の御ことをあなたの父のあの兵部教の宮の御ことを私が軽くはいかが聞こえる、軽々しくなどどうして申し上げるものですか。恐ろしいことに人聞きの悪いことをおっしゃらないでおきなさい。北の方の、あの言葉に対して戒めているわけですね。あなたの父宮のことを私が軽々しくどうして言ったりなんかするものですか。恐ろしい人聞きの悪いことを決しておっしゃることではありませんぞ、とこしらえてなだめて、でさらに言葉を言い継ぐわけですが、かの通いはべるところの糸まばゆき玉のうてなに、私があの今通っておりますあの六条院の目も輝くような玉のうてなのような御殿に、ういういしきういういしゅうきすくなる様にて、まことに不慣れでね、ういういしゅうきすくなるぶっきらぼうな様子で私が出入りする、そのことにつけても方々に一目たつらんと片払いたければ、何かにつけて人目につくだろうと立場に困りますからして、私自身立場に困りながら心安く移ろわしてんと思いはべるなり、あの方を
つまり玉かつらの姫君を こちらの方へ心安く移ろわしてん、気安くお移し申そうと、そう私は思っているのでありますよ。私は思っていますよ。源氏のいられる六条の屋敷へ、自分がまばゆいような屋敷へ自分がその通っていくのは、いかにも似つかわしくない感じがして、いろんな面で人目に目立ちやすいだろうと、そう思っていますから、なんとも自分ながらその立場に困っているからして、それで姫君をこちらへ心安く移らす、気安くお移し申そうと、そう思っているんですよ。大きい音の去る世に類いなき恩覚えおば、さらにも聞こえず、心恥ずかしゅういたり不幸をおわすめる恩あたりに、憎げなることもり聞こえば、太政大臣でいらっしゃる源氏の君が、この世に類いない世間の評価を得ていらっしゃるのを、そのことはもう改めて言うまでもないこと、こちらが心恥ずかしくなるほどあらゆることにつけて至り深くいらっしゃる人間としての理想的な様子でいらっしゃる、その恩あたりに、そのお近くに、このあたりはね、そのお人たちに、源氏の君を中心としたお屋敷の方々に、憎げなることもり聞こえば、あなたが玉かつらの姫を憎んでいらっしゃるというふうなことがもり聞こえていったならば、人づてに漏れ聞こえていったならば、それは大変な言うべきこと、慎まなければならないはずのことですよ。だからなだらかにて、心なだらかにお持ちになって、お仲よくて語らいものしたまえ、こちらの屋敷へ姫をお移し申したら、お心なだらかにいらっしゃって仲良く語らい合っていらっしゃい、無理な相談ですけれどね、そんなふうに言うわけです、男っていうのはね、始末悪いですね。宮に渡り玉入りとも忘れることははべらじ、もしあなたが父宮のところへお移りになったとしても、全く事柄が違うけれども、もしあなたが実家である宮のお屋敷へお移りになったとしても、
忘れることははべらじ。私が忘れることなどは決してありますまい。とてもこうても、とにかくいずれにつけても、今さらに志の隔たることはあるまじけれど、これだけ長く暮らしてきた間柄の中からして、今さらその心の隔たり離れてしまうというふうなことはあるはずはないけれども、世間の評判、世間の評判が立って、人に笑われるような状態になったならば、マロがためにも軽々しゅうなんはべるべきを、世間の物笑いになるようなことがあったら、それは私自身のためにも軽薄なことになるはずでありましょうし、年頃の二人の縁を違えることなく、お互いに助け合っていこうとお思いなさいな。片身に後ろ身とおぼせ。そういう長い縁なのだから、お互いに助け合っていこうとお思いなさいな、となだめておっしゃるというと、人の御恩つらさはともかくも知り聞こえず、あなた様の連れない押し打ちなどは私はもうともかくも問題にもいたしません。世の人にも似ぬ身の浮きを何、宮にもおぼし投げきて、今さらに人おらえなることと、御心を乱りたもうなれば、伊藤衆、いかでか見立てまつらんとなん。世間にも、類例のないような、この身のつらさを、父の宮にも、お思い嘆きなさって、今さら世間の物笑いになることと、お心を乱してお思いになることでございましょうから、いかにも宮がお気の毒で、いかで見え立てまつらんとなん、どうして父宮にお顔を合わせられようかと、そう思います。もう大将の言葉なんかこう全然相手にしてないいう感じですね。でさらに次の違ったことをこう言い出すわけです。